こんにちは、皆さん。フィリピンからのクリスのチャンネルへようこそ。ご覧いただきありがとうございます。For today's reaction video, I am watching The Actions of a Japanese Man Who Touched the Hearts of 200 Million People Around the World on America's Number One Variety Show. The video is from this channel. では早速、始めましょう。日本は一体どんな教育を受けているの？世界の人々が持つ日本への印象といえばマナーを守る、秩序がある、礼儀正しく、他者への配慮がある、など様々です。そんな中、アメリカ国内でナンバーワンを誇るバラエティ番組で見せた日本人の行動が奇跡の行動だと話題を集めています。世界2億人の心を動かしたとも言われた日本人の行動は一体どのような行動だったのでしょうか。早速見ていきましょう。今回、日本人の行動が世界から注目を集めるきっかけとなったのは、アメリカのドッキリ番組、What Would You Do? この番組は、アメリカのテレビ局 ABC で放送しているドッキリ番組で、日常生活の1コマの中に隠しカメラを設定し目の前で展開されるストーリーに、一般の人たちがどう反応するか、という番組です。日本のドッキリといえば、ターゲットとなるのは芸能人や著名人ですが、この番組のターゲットは一般人ということが最大の特徴。また社会問題をテーマにしていることが多く、人種差別や養子縁組、宗教上の問題、ホームレス、いじめなど社会実験的な要素が強く、リアルな人間模様を垣間見ることができます。アメリカ国内での人気はもちろんですが、 YouTube の存在もあって、今では世界的にも人気な番組となっています。特に世界を感動させたのは、ホームレスに対する市民の対応を調べることが目的で行われたドッキリで見せた日本人のある行動でした。想像もしなかったその行動に、スタジオのゲストはもちろん世界中の視聴者は驚愕。信じられないような行動だわ。日本人の行動は異常だ。あの状況でできる行動ではない、などと日本人を称賛するコメントが溢れていたのです。しかし、日本人に称賛が集まる一方で、真逆のコメントを集めたのは中国人の行動でした。こんな行動は考えられない、だから中国人は嫌われるのよ、ゾッとする光景だ、といった失望する反応が多く見られたのです。番組が始まると、映像を流す前にホームレスについて司会者が解説をしました。ホームレスが市民に不便や不快な思いをさせることがあるのは事実ですが、中には身体的障害を持つ人や、やむを得ない事情でホームレス生活を余儀なくされた人もいます。と語り、このドッキリをきっかけに彼らが社会復帰できるようホームレス支援の慈善活動や、非営利団体が増えるきっかけとなれば、とドッキリの背景にある思いを伝えました。ちなみに日本では、ホームレス自立支援法や、ホームレス緊急一時宿泊施設など、ホームレスが自分の意思で社会復帰できるよう、サポートするインフラが存在しています。これらの支援活動によって、日本のホームレス数は年々減少し、厚生労働省の調査によると、2024年度は昨年より 8% 減少したという結果が出ています。しかし、ドッキリの舞台となったアメリカでは、ホームレスは更生不可能と決めつけ、差別的な意識が存在します。さらにメディアを含め多くの人たちは、アメリカのホームレス問題を語る際、ホームレスが増えている、コントロールできなくなっている、という始末。番組司会者は、2023年1月時点でアメリカでホームレス状態の人は約65万人と過去最多を記録したことを伝えました。そしてホームレスを非難するのではなく、社会復帰できるようサポートしてあげましょう、と呼びかけました。この司会者の言葉からもわかるように、ドッキリ番組でありながらも世界中の人にメッセージを伝えるための番組でもあるのです。スタジオにいたゲストたちは、現在のホームレス人数が想像をはるかに超えていたのか、驚くような表情でモニターを見つめています。そして、ドッキリ映像が始まりました。撮影場所は、アメリカ・ワシントン。テーマはホームレスが寒さで凍えていたらどうする、というもの。ドッキリの撮影は、より過酷な環境を選ぶため、冬の寒い日を選び行われました。ちなみにこの日の気温は、水が凍る温度取れるマイナス1度で、ホームレスに扮したキャストが、道に座り込み、薄着でガタガタと震えながら、人々の反応を待ちます。撮影が始まって30分、驚くことに、誰一人として声をかけません。それどころか、見向きもせず足早に通り過ぎていきます。アメリカ市民にとって、
日常的に見かける光景なのでしょうか。スタッフは少し場所を移動し撮影を続けました。外は雪がちらつき始めています。そして撮影開始から1時間が経過した時、一人の男性がホームレスに近づくと、持っていたマグボトルを無言でそっと置いていきました。スタッフは慌てて男性を追いかけ声をかけます。この男性はアメリカ人男性で、マグボトルには温かい紅茶が入っていたとのこと。スタッフが番組の意図を説明した上で、どういう気持ちだったのかを尋ねました。すると男性は、とても寒そうに見えたので温かい飲み物の入っていたマグボトルを置いたまでです。今すぐ僕にできることはそれぐらいしか思い浮かばなかったので、と胸の内を明かしました。続けて、ドッキリならよかったですと安堵の表情を浮かべると、ではマグボトルは持って帰りますね、実はあれお気に入りで、と笑顔でジョークを交わし、足早にその場を去っていきました。この男性の発言にスタジオのゲストもアメリカ人らしいジョークに思わず笑みがこぼれています。しかしゲストたちは、これ以上ホームレスを助ける人は現れそうにないわねと諦め気味に話していました。当時撮影していたスタッフも同じ気持ちでいたようです。寒さの限界に達していたスタッフたちは撮影機材を片付ける準備を始めました。その時、一人のアジア系の男性がホームレスの存在に気づいたようです。しかしスタッフたちはどうせ助けないだろうと考え、帰る身支度をやめませんでした。ところがこのアジア人はどんどんホームレスに近づいていきます。スタッフは思い通りの動画を撮影できるのではないかと、アジア人男性の行動に注目していると、このアジア人男性はスタッフを驚愕させる行動を見せたのです。こんにちは、今日は一段と寒いですね、私はこの後帰るだけなので。ホームレスの男性に手を差し出し握手をすると、そう言いながら男性は着ていたジャンパーを脱ぎ始めたのです。この時天候は悪化し、雪は強まっていました。さらに男性は脱いだジャンパーをホームレス男性に着せながら、今日と明日は特に冷え込むようですよ、ポケットに入っているお金で温かいものでも食べてくださいねと笑顔で優しく言いました。ホームレス男性が、本当にありがとうございます、ありがとうございますと何度も感謝を伝えると、男性は再びホームレス男性の手を強く握り握手を交わしました。そしてホームレス男性が気を使わないで済むように、私の家はここからとても近いので何も気にしないでください、そのジャンパーは良ければそのまま使ってくださいねと伝えたのです。スタジオのゲストたちはこのアジア人の行動に驚愕し、息を呑むように映像を見ています。さらにこの男性は、私にできることが少なくてごめんなさいと言うと、突然涙を流し始めました。雪もさらに強く降ってきたため、スタッフが慌てて駆け寄り、ドッキリ番組であることを説明すると、男性は小さい声でよかったと言うと涙を拭い笑みを浮かべました。そしてスタッフが男性にいくつか質問をして、分かったのはこの男性は日本人ということでした。アメリカワシントンに住んで4年目になるのだとか。ちなみにジャンパーのポケットには3日分のご飯が食べれるぐらいの金額が入っていたのです。さらに男性は家がとても近いと言っていましたが、インタビューを進めると実際には歩いて40分ほどの距離があったのです。男性のさりげない気遣いがいろいろと浮き彫りになってきました。最後にスタッフがどのような気持ちでホームレスに近づいたのか教えてもらえますかと尋ねると、日本人男性は、どうしてって聞かれると少し困りますが、寒そうに震えている男性が見えたので近づきました、私に何かできることはと考えた時に、とっさにジャンパーを渡すことだと思ったんです。でも特に深く考えたわけではなく、ほとんど無意識に近い感覚ですと言いながらにっこりと笑いました。この日本人男性は本能的に行動したということです。この答えを聞いたスタジオのゲストたちは思わず声を出して驚きました。日本人って何なの、本能で人を助けるなんてすごすぎるわ。どんな遺伝子が組み込まれているんだ。日本人の親切さは噂で聞いたことがあるけど本当だったようね。帰り際、スタッフが素晴らしい行動でした、ありがとうございますと伝えると、きっと日本人なら誰でも僕と同じ行動をするはずです。私たちは小さい頃から困っている人を見たら助けるように教わり、人が支え合うのは当たり前だと思っています。そう言いながらスタッフから受け取ったジャンパーを着ると、日本人男性は頭を下げ家路につきました。
この日本人の行動に驚愕したのはスタジオのゲストだけではありませんでした。ネット上でこの動画を見た人は次々と拡散し、コメント欄はあっという間に称賛コメントで埋め尽くされていました。日本人は一体どんな教育を受けているんだ。こういった行動は誰でもできるわけじゃない。だから日本人は親切と言われるのね。私も日本で道に迷った時、日本人に助けてもらったことがあります。スタジオのゲストたちは日本人の奇跡の行動に終始興奮気味で話し続けていましたが、司会者が次のドッキリについて説明を始めました。撮影場所は地下鉄駅で、ホームレスに扮したキャストが物乞いをしています。そしてテーマは、目の前でそのホームレスが倒れたら人々はどのような反応をするのかという内容です。今回の設定は先ほどのドッキリとは異なり、目の前で倒れるという大きなアクションがあるため、ほとんどの人がすぐに気づき足を止めて慌て出すという反応でした。そして倒れたはずのホームレスが立ち上がるとゲラゲラ笑い出し、ホームレスのキャストと写真を撮ったりしながら笑顔で立ち去っていく人ばかりでした。しかしこの後、スタジオを騒然とさせる出来事が起きたのです。それは日本人と中国人の行動の差でした。映像の最初に出てきたのは日本人です。物乞いホームレスが近づいてくると、最初は驚いた表情を見せる日本人。しかしすぐにその状況を判断すると、ホームレスの前に膝をつき、自分のカバンをガサガサと漁り出しました。そして菓子パン2つにキャンディー1袋、タオルに T シャツ、そして靴下まで差し出したのです。しかしこの直後、日本人男性の前でホームレスが倒れ込みました。一瞬戸惑った表情を見せるも、すぐに大丈夫ですかと声をかけます。さらに躊躇することもなく声を張り上げて、救急車を呼んでくださいと英語で叫び続けたのです。そしてホームレスの着ていた服のボタンをいくつか外すと、心肺蘇生の体勢に入ったのです。思わずスタッフが遠くから叫び、慌てて駆け寄るとドッキリであることを説明すると、男性はよかったよかった、本当によかったとホッとした様子で言うと、安心して力が抜けたのか、その場に座り込みました。スタッフですら予想もしなったことだったので、その映像には慌てるスタッフの姿も映り込んでいます。現場が少し落ち着いたところで、スタッフは日本人男性にいくつか質問をしました。この日本人男性は日本で消防士という経歴を持っていることや、語学留学のために1年前からアメリカに住んでいることが分かりました。語学留学した理由は、日本に訪れる外人が増えていること。つまり消防士である男性は英語で会話ができないと、緊急時に海外の人たちへ避難の指示を出したり、相手の要望を聞き取ることができないと考えて留学したのということ。そしてスタッフがどうして心肺蘇生をしようとしたのですかと尋ねると、日本人男性はどうしてですかと少し考えた後、理由はありません。この状況に遭遇した日本人であれば同じような行動を起こすと思います。私は消防士の勉強の際に何度も心肺蘇生の練習をしてきましたが、日本では消防士でなくても心肺蘇生を学ぶタイミングはあります。日本の学校教育の過程はもちろん、私のように車の免許を取得するときにも習います。そう言いながら携帯を取り出すと、その様子がわかる動画を探し出しスタッフに見せてくれました。企業が従業員のために専門の講師を招き講習をすることもあったりと、日本人は万が一の時に備えた学びを習得しています。もちろん実際に行ったことがある人は少ないかもしれませんが、おそらくこの状況であれば誰もがとっさに心肺蘇生をしようとするでしょう。映像が終わると、スタジオのゲストたちは再び日本人の行動と発言に驚かされたようで、称賛コメントが飛び交いました。一般人でも心肺蘇生を学ぶなんて、日本人は一体何者なの。私は今まで心肺蘇生を習ったことがないわ。日本は勉強だけではなく助け合う教育も根付いているんだね。司会者も日本人の行動に驚いていましたが、進行を続けます。次は同じアジア人が出てきますよ。設定や撮影場所は先ほどと同じです。その言葉とともに次のドッキリ映像が流れ始めました。物乞いをしているホームレスの前に一人のアジア人男性が歩いてきました。するとホームレスの前で足を止め声をかけました。しかし男性の言葉は英語ではない上に強めの口調で、ホームレス役のキャストもスタッフたちも何を言っているか分かりません。ただ後からスタッフが翻訳してみたところ、この言葉は中国語で、ホームレスを罵倒する言葉を繰り放していました。何見てるんだよ汚い
近寄るな、見苦しいなど翻訳したスタッフも言葉を失ったそうです。そして男性の前でホームレスが倒れ込むと中国人は一瞬動揺した後、すぐに落ち着きを取り戻し周りをキョロキョロし始めました。その直後ホームレスに近づくと、ホームレスのポケットに手を入れて何かを探し出したのです。さらにホームレスの横にあった小さなカバンも漁り出しました。この光景にスタジオのゲストたちは悲鳴に近い声を上げています。この男性は何を考えているの？この状況で盗みを働こうとしてるのか？失望する行動ね。結局何も見つけることができなかった男性は、倒れているホームレスを救助することもなく走ってその場を立ち去ろうとしました。スタッフはまさかの展開に慌てて男性を追いかけます。50メートルほど走って男性を引き止めることができたスタッフはドッキリであったことを説明。おそらく彼には英語が伝わっておらず、ドッキリということは認識できていなかったようですが、カメラがあることに気づくと凄まじい勢いで怒鳴ってきたのです。この時もやはり中国語でしたが、編集の時に翻訳してみると、この野郎勝手に撮影しやがってと言っていたようです。映像が放送された途端、ネット上では中国人を非難するコメントが世界中から殺到。ホームレスのものを盗もうとするなんてどういう神経をしているの？中国人の思考は理解不能。日本人と同じアジア人とは思えないな。だから世界中から嫌われるのよ。さすが中国人。このように失望するコメントや中国人なら納得といったコメントが寄せられたのです。一方で日本人が見せた行動には称賛の嵐でした。日本人よ、あなたたちはどうしてそんな素晴らしいのですか？感動感動感動。人を思いやることがどれほど大切で素敵なことなのか気づかされたよ。忘れかけていた感情が蘇ったようだ。中国人と日本人の行動の違いにスタジオでは議論が起こっていました。同じアジアでこんなにも違うの？日本は特別素晴らしい人々で、中国は特別卑劣な人々だってことだ。日本人が中国人と同じアジア人という括りで見られることがかわいそうになるわね。真逆の反応を得ることになった日本人と中国人の行動ですが、一人のゲストが司会者に疑問を投げかけました。日本人って本当に親切な人ばかりなのだろうか、それともたまたまなのか？首をかしげながらそういうゲストに対し、一人のスタッフが手を挙げました。どうやらこのスタッフは日本に行ったことがあるようで、その時の話をしたいと言い出したのです。そして司会者がぜひ教えてくださいと言うと、スタッフは話し始めました。今回の日本人が見せた行動は偶然ではないと思います。このスタッフは約2年前に日本旅行へ行ったのだとか。しかし来日直後に財布を落としてしまったのです。しかも落としたのは人が混雑する駅の中で、どこにあるのか見当がつきません。男性は財布の中に両替したばかりの日本円やクレジットカード、身分証明書など大事なものが入っていたので、とても慌てたようですが、財布が見つかることはないだろうと旅行が始まったばかりに起きたアクシデントに絶望していました。男性スタッフが絶望していた理由は、海外で落とし物をした場合見つかることはほとんどありません。さらにスリということも考えていたからです。とはいえ少しの望みにかけて駅員に事情を伝えました。するとこの駅員は英語ができる駅員を呼び寄せてくれた上、駅内にある交番まで案内し丁寧に事情の説明までしてくれたのです。するとちょうどその時、一人のおばあさんが交番に入ってきました。さっき駅の中でこれを拾いました。なんとスタッフの落とした財布だったのです。さらに財布の中身は落とした時のままの状態で何も盗まれていません。男性スタッフは自分の財布だと気づくと喜び以上に驚いた表情でおばあさんにお礼を伝えました。さらに男性を驚かせたのは、財布の中身が落とした時のままの状態で何も盗まれていなかったこと。するとおばあさんは男性に対してこのように話したのです。日本ではこれが当たり前の文化だからね。今回ドッキリの撮影中に現れたこの男性を見て、日本の出来事を思い出した制作人のスタッフ男性。するとその話を聞いていた番組カメラマンが突如発言し始めました。私も日本で驚きの光景を見たことがありますよ。そう話し出したのはカメラスタッフの男性です。この男性は日本へ観光地である京都の嵐山に撮影に行った時に、生まれて初めて見る光景に驚愕したといいます。それは紅葉の撮影に行った時のこと。多くの人でにぎわう道を右側がメインスポットへ行く日と、
左側が帰る人と、まるで道が区切られているかのように分かれて歩く人々の姿です。誰が決めたわけでもなく、そうするように指示が書かれているわけでもないのに、自然と起きている現象にカメラスタッフは驚いたといいます。さらにそれはこの場所に限られたことではなく、様々な観光地で見られた光景でした。加えて撮影スポットでは一人の客が長く居座ることもなく、歩く人の邪魔にならないように列を作り、撮影を終えた人は次の人に譲るという光景も目にしました。このカメラマンは中国へ撮影で行ったことがあるのですが、中国では順番を守る文化はないそう。我先にと人を押しのけていくことが当たり前で、カメラスタッフも撮影中に何度も中国人に押されたと話します。この話を聞いた制作人は、改めて日本人と中国人の違いを知ったと同時に、同じアジア人でも明確な違いがあることを世界へ伝えるのは自分たちの宿命でもあると感じたのです。こうして制作人らは日本人男性の人を思いやる姿を見て、涙を何度も拭いながら撮影をしていました。日本人はどうしてこんなにも人を思いやることができるんだ。日本に旅行に行った時はたまたまだと思っていたけど、日本人はみんな優しいんだな。こんなに心地よく知らない人のために動ける人は初めて見たわ。誰もが日本人のようだったら、きっと世界は平和になるだろう。スタッフらの話を聞いたゲストたちは、日本人の行動が偶然ではなかったと分かったようです。この日、いくつかのドッキリ映像が放送されましたが、日本人の行動だけは明らかに別格でした。すると司会者は、日本人の行動は彼らにとって当たり前だということを伝えるために、写真を見せながら日本について話し始めました。皆さんもご存知かと思いますが、敗戦により焼け野原となった日本は、すべてのものが不足する中、激しいインフレに見舞われながらもたくましく復興し、わずか10年ほどで戦前の経済規模にまで回復しました。そして、自然災害大国と言われる日本は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、洪潮、地震、津波、噴火といった、文字通り、自然災害と共に成長した国です。そう説明した司会者は、こうした災害時に多くの海外メディアが伝えたのは、厳しい状況でも、パニックに陥らず、社会秩序を守り、辛抱強く、整然と、助け合う人々、非常事態の混沌とした市街地でも盗難や強盗が発生せず、被災地への支援の手を差し伸べる全国的な連帯、被爆や余震リスクを承知で支援、復旧活動にあたる関係者や市民たちの姿だったことを紹介しました。その上で、被災による苦痛や困難は望むべきことではありませんが、そこから生じた価値観や意識、発想、さらには知恵や技術は、日本人の底力、強み、特性として受け継がれてきたのです。と、伝えました。司会者が話している間、モニターには戦後や震災、津波など災害に見舞われた時の日本の写真が映し出され、涙するゲストもいました。そして、司会者はこのように締めくくります。今回のドッキリで日本人の行動によって多くの人が感動し心を動かされたのではないでしょうか。一つ一つの助けが小さくてもそれが集まれば大きな助けとなり救われる人がいるのです。日本人のように本能で動くことはできないかもしれませんが、まずはできることから始めてみましょう。そう呼びかけるとスタジオからは自然と拍手が起こりました。そして拡散された動画へのコメントは今も増え続けています。日本人の行動を見て心が温かくなりました。人々が忘れかけていたものを日本人が気づかしてくれた。日本は小さな国ですが世界の見本となる国です。日本が平和である理由が分かりました。このような美しい心を持った人がたくさん日本にいるなんて想像しただけでも笑顔になるね。私たち日本人は当たり前となり気づいていないかもしれませんが、日本の教育の中では歴史を振り返り学ぶ機会がたくさんあります。そうした環境の中でこれまで歴史とともに築いてきた国民性を着実に受け継いできていたようです。得意と称されることも多い日本の国民性に日本人は誇りを持ってこの先も受け継いでいかなくてはなりません。感想やコメントぜひ教えてくださいね。今後も日本の素晴らしいお話を紹介していきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。Thank you so much for this interesting video. I'm a subscriber. Well, we should all learn from Japanese people.
It's their nature, it's their culture. They are kind, polite, compassionate, and very considerate to others. In the Philippines, if you lost something valuable, you will never get it back. But there are some quite honest people. There are some taxi drivers in the Philippines that are honest. If their passengers forget something valuable, they will return it back to the owner. Let's all learn from the Japanese people. Well, anyway, I would like to thank the uploader of the video. I'm a subscriber. Thank you so much. And to all my viewers, 一緒に見てくれてありがとう。皆さん、気をつけて。またね。